皆さんこんにちは、 PGATチームプロ竹内です。今回のレッスンはユーティリティのミス激減、ここのポイントを変えるだけということですね、やっていきたいと思います。まずトップが出る人、そしてダフリが出る人という形でですね、2つにレッスンを分けて説明をしていきます。まずですね、共通している部分、アドレスについて説明をしていきますので、この部分は、共通してトップ出る人、ダフリが出る人、しっかりと見ていてください。まずですね、この構えた時にこのユーティリティっていうのはですね、クラブによってフェース面の向きがまっすぐ構えにくいクラブも結構多いです。どうしてもこう構えるとフックフェースに見えてしまったりとか、逆に大きく開いて見えてしまうようなクラブが結構多いんですけども、しっかりとこのフェース面がスクエアになっている状態ですね、なっている状態でこう構えられているかどうかっていうのがポイントになってきます。この時に気をつけて、フェース面を見ていただきたいのは、上のですね、このフェース面と上の部分のラインをしっかりとまっすぐ合わせるということを心がけて、ユーティリティの構えを作ってみてください。まずですね、自分のこの目の前、目線にこのクラブをセットして、フェース面がしっかりとまっすぐになっているのを確認していきます。この状態でまっすぐなっているかどうか、例えばここで構えて右に開いてしまう、また逆に左に閉じてしまうという方はですね、ちょっと握りを直しながら手のポジションをですね、少しハンドファーストにこう作るような感じで構えるとフェース面がまっすぐになってきます。またこのポンと置いた状態でフェース面を構えるのではなくて、若干ですねハンドファーストにこう構えていくのがユーティリティをきれいに打つコツになってきます。このようにハンドファーストに構えると、このような形でですね、大文字の Y ではなくて、大文字の Y みたいな形ではなくて、小文字の Y のような形になってくるのが分かると思います。左の腕からなるべくシャフトラインがまっすぐになるような感覚、この状態を作っていきます。このような状態ですと、どうしてもフェイスは左を向いてしまったりしますので気をつけてください。ボールの置く位置が真ん中にありすぎる方というのは、こういう形で構えやすくなってしまいますので、少しボールをですね、左側に置いて小文字の Y で構えられるように、まずはアドレスをセットしていきます。はい、これがですね、まずユーティリティのアドレスのコツになります。トップが出る人、ダフリが出る人の打ち方について説明をしていきます。ユーティリティのクラブってどうやって打つんですかっていう質問をですね、よくいただきます。アイアンのように打った方がいいのか、フェアウェイウッドのように打った方がいいのかって言われるんですけども、これはどちらでも大丈夫です。ただダフリが多く出る方というのは、フェアウェイウッドのように打つ、そしてトップが出てしまう人というのはアイアンのように打つイメージを持つということです。この形でですね、ちょっとレッスンをしていきたいと思います。まずですね、ダフリが出てしまう方の打ち方、ここを意識してくださいという部分をですね、説明していきます。ダフリが出てしまう方というのはですね、上からクラブが逆に入りすぎてしまったり、下からクラブを入れすぎてしまったりすることで、手前を打ってしまう形なんですけども、どうしてもダフリが出てしまうのが嫌だっていう方はですね、なるべく最初の動き出し1メーターぐらいを低く長く取るということを心がけてみてください。そしてなるべく手首の角度をつけない、ノーコックをイメージでバックスイングを作っていきます。コックを入れてしまうと上から落としやすくなってしまいますので、低く長くまっすぐにテイクバックを引いてノーコック、そしてそのままボディターンをしていくといった形で打っていきます。それでは一度ダフリが出る人専用のスイングをスイングで打ってみたいと思います。こういった形です。なるべくですね、低く長いテイクバック、そしてノーコックでバックスイングを作ると、このあたりをですね、しっかりと押さえておいてください。続いてトップが出てしまう人に向けてのレッスンになります。はい、トップが出てしまう人というのは、どうしてもクラブをですね、
こう上に振ろうとしすぎてしまったりとか、手先だけでポンと打ってしまおうとする方はですね、トップが出やすくなります。トップが出てしまう方は自分なりに少し高めにバックスイングを上げていくようなイメージ、アップライト気味に手の位置、そしてクラブのシャフトラインも少し高めに上げていくようなイメージで上げていきます。そして上からクラブを落とすような形で落としていき、低いフォローをイメージしてください。一度大げさに打ってみます。はい、このようにですね、高いトップから低めのフォローといった形でですね、意識をしてみてください。またトップが出る方というのはグリップの力が強い傾向にありますので、グリップの握りなるべく柔らかく握れるように、この振り上げた時にクラブヘッドの重さがある程度ここで感じられるように意識をしてバックスイングを作ってみてください。ユーティリティでダフリが出てしまう方は、フェアウェイウッドのように打つという形です。フェアウェイウッドのようにというのはですね、テイクバックを低く長く取ること、そしてノーコックを手首の動きをあまり使わないということ、このポイントを押さえておいてください。そしてトップが出てしまうという方はですね、少し自分なりのイメージよりも高めにバックスイングを持っていくこと、そしてクラブはとにかく柔らかく握るということです。クラブを柔らかく握っておけば、この重さでですね、上からクラブが落ちてくるような形になってきますので、必然と低いフォローが出てきます。このようにこの部分柔らかくして高い位置に持っていくだけ、このポイントをですね、しっかりと押さえておいてください。はい、ということでですね、今回のレッスンは以上となります。しっかりと練習してユーティリティをきれいに打てるように頑張ってください。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。